タレント武井壮51が22日東京 MX バラ色ダンディ月曜から金曜午9-0に生出演し体操女子の宮田翔子19イコール順大、が喫煙飲酒の違反行為でパリ五輪代表を辞退した問題で宮田本人の責任について見解を示した画像あり喫煙飲酒で五輪辞退の体操女子 宮田翔子以前から素行の悪さ問題視喫煙で過去に、厳重注意、の証言も。情報提供をもとに1 8日午後,後にフランスから緊急帰国した本人に聞き取り調査し、6から7月に喫煙と飲酒行為があったことが確認された。法律では飲酒、喫煙は20歳まで認められていない。 代表活動中は20歳以上でも喫煙や飲酒を禁止すると定める協会の代表選手行動規範に違反したと認定された。出場自体という結論には賛否が分かれている。武井はまず、監督不行き届き以外の何者でもない。と、怒りの矛先を代表チームの監督、指導者陣に向けた。その上で、会見もしないで、まずあなたたちね、会見くらいしなさいよ。 我々の監督不行き届きで大切な選手がこういうことをしてしまった。申し訳ない、と、と声を荒らげた。一方で、宮田に対しても厳しい意見を口にした。19日に会見に出席した日本体操協会の西村健治専務理事は、宮田の常習性について、本人が各一度と説明したので、我々はそれを信じる、とした。しかし、竹井は、 一回だけとか言ってますけど、そうだとしても20歳以上という決まりがあるわけじゃないですか。と指摘、芸能界の CM 契約を例に挙げ、例えばタレントさんで10代の CM とかいっぱい抱えている子が喫煙とか飲酒とかをすっぱ抜かれたとしましょう。どんだけ違約金が来ると思ってるんですか ?CM 全部飛びますよ。番組も全部飛ぶと思いますよ。 それくらいのリスクはあるわけじゃないですかと、ことの重大さを説明した。五輪代表選手は様々な優遇を受けながら、本番へ向けて準備を進めていく。竹井は、オリンピックに出るという、多大なる国の予算を使って強化費用を使って、ナショナルトレーニングセンターやら遠征とかを行っている選手が、そんなルールも守れなかったら、それは当然、外されますよ。 僕はそれくらいでいいと思っている、と自身の意見を口にした。